天下分け目の戦い、関ヶ原の合戦に勝利した徳川家康が江戸に幕府を開くより先に行った政策が、江戸京都間を結ぶ東海道の整備。道中には旅人の疲れを癒す53の宿場町を設置した。旧東海道沿いの町、愛知県名古屋市緑区有松。今なお江戸時代の建造物が数多く現存し、その町並みはまるで時代を遡ったかのよう。有松は宿場町ではなく、宿泊が禁じられた愛の宿という休憩所だったが、歌川広重が描いた東海道53次では、隣接する鳴海宿として有松の町並みが描かれるほど人気が高かった。その理由がこちら、有松鳴海絞り。この美しい模様は一つ一つ職人の手により形作られている。有松鳴海絞りの起源は1610年に住人の一人、武田庄九郎が名古屋城を建てるため九州から来ていた人々の絞り染めの着物を見て、有松の特産品にすることを思いつき、木綿に絞り染めを施した手ぬぐいを作り、土産物として販売したこと。こちら町の中心部にある有松鳴海絞り会館では、時代のニーズに合わせ発展してきた絞り染めの展示販売、さらにこの道50年以上の熟練職人の実演により、400年以上続く伝統を今に伝えている。絞りの技法は100種類にも及び、それらは生み出した人からその子供へという形で引き継がれてきた。布に糸をくくる技法は、くくった後染色し、糸を外すとくくりにより染料が入らなかった部分が模様として残る。展示室で作品を真剣な眼差しで見つめる一人の女性、有松鳴海絞りくくり職人、大須賀彩、30歳。19歳の時に初めてこの唐松絞りを見て職人になりたいと思ったんです。見てて吸い込まれるような柄の表現がしてあるなと思って、あ、覚えたい、知りたいみたいな、そんな感覚です。1986年に愛知県碧南市で生まれた大須賀さんは、幼い頃から好奇心旺盛で、興味を持ったことにはとことんのめり込む性格。大学では生地に色を染める染色を学び、その授業で有松鳴海絞りを知り魅了された。そして海外にも拠点を構え、照明器具に絞りを取り込むなど、新たな可能性を追求し続ける鈴さんの4代目村瀬博氏に弟子入り。同時に学業も続け、大学院にも進学した大須賀さんは、学生時代絞りの技術を生かした作品で数々の賞を受賞。大学院は学長賞を受けての卒業となった。技術的なことについては、非常に熱心に習得しているので、まあ、それだけじゃなくて、その技術を生かしてどんなような新しい、また逆に絞りの可能性を導いてくれるかということが非常に大変こう期待できる子じゃないかなと思ってます。現在職人となり10年を迎えた大須賀さんは、村瀬氏のもとを巣立ち、主に女性服を手掛けるこちら山上商店で技術を追求し続けている。この後大須賀さんの作品制作を追う。日本国内の絞り製品の大半を占める有松鳴海絞り。
その伝統の技に魅了されこの道を極めようと努力を続ける若者がいる。有松鳴海絞りくくり職人大須賀彩、職人となり10年、こちら山上商店のアトリエ兼販売店の一角で主に女性ものの小物やストールなどを製作している。今いろんな技術を勉強してきて、まあ、絞りで表現できないデザインはないって思ってます。はい、大須賀さんは店の外へ。ちょっとデザイン探しの旅に出たいと思います。向かった先は竹林。私の目指してる技法が手筋絞りなので、こういう縦のラインってやっぱり意識して普段から見ていて。手筋絞りとは有松鳴海絞り伝統技法の一つで、このように縦の筋で表現される。大須賀さんは竹林の一角を写真に収める。するとなんか丸いのがいます。突如上空に現れた飛行機雲のような円形の白い筋、もちろんこちらも写真に収める。当てはめられる技法がたくさんあるんですよ。はい、やってみます。店に戻り作業開始。麻布を使って2種類のストールを製作する。まずは竹林を手筋絞りで表現していく。裁断した麻布を手で筋を作るように折りたたむ。次に下の板の部分に座り、自分の体重で支える竹製のくくり台の V 型に割れた先端に畳んだ布を食い込ませ固定する。この筋が竹を表現する柄となる。続いては麻布を綿の糸で軽くくくる下巻き。ところどころで布を折りたたみながら全体をくくっていく。下巻きを終えると本巻きに入る。左手の人差し指と中指の間に布を挟み、右手で糸が切れないギリギリの力を保ち均等な幅に巻いていく。糸の巻き具合が弱いと染色の際中まで染料が浸透してしまい柄がしっかり現れなくなってしまう。最後に玉留めをし、竹林を題材にした手筋絞りのくくりが終わった。次に空に現れた白い円形の筋を表現する。まずは水で洗い落とせるペンで円を描き、その円に沿って波縫いをしていく。やっぱりこういう具体的な柄の場合は縫ってますね。何らかの形で生地に圧力を与えて染料を防いで柄を作るっていうのが絞り染めなんですね。その手段が縫って締めているのか、糸をくくって締めているのか、板を挟んで締めているのかで、っていう3つの動作になります。縫い終わると糸を引っ張り布を絞り上げ、絞り上げた部分を糸とビニール紐で巻いていく。染料を通さないものでくくれば確実に線を出すことができる。さらに染色であるものを表現するため全体をくしゃくしゃにまとめ糸で縛る。こうなるだろうなっていうのは頭に入ってます。果たしてどんな作品に仕上がるのか、この後染色を行う。100の技法を有する有松鳴海絞り。その伝統技法の一つ、手筋絞りを極めようと努力を続ける若者がいる。
有松鳴海絞りくくり職人大塚綾。大塚さんは撮影した2つの景色を題材にしたストールを制作中、ここからくくりを終えた麻布を自ら染色していく。通常ならくくり職人はくくりしか行わず、染色は染色専門の職人が行うが、大学大学院と染色について学んだ大塚さんは絞り染めの全工程を一人で行うことができる。まずは円形の白い筋が現れた空を表現した絞りを自ら調合した青い染料に浸す。時間に決まりはなく職人の勘が頼りとなる。取り出すと水洗いし、くくった糸とビニール紐を取り外し完成。糸で並縫いし、ビニール紐でくくった部分は丸い線となり、布をくしゃくしゃにまとめたことにより細かい雲が現れた。続いて緑の染料で竹林を題材にした手筋絞りを染める。結構明るめなグリーンです。その後一旦取り出し水に浸した後、今度は茶色の染料で染める。茶が緑に浸食しすぎないよう見極める。一体どんな仕上がりになるのか。糸を外すと緑に茶色が程よく加わり、見事竹林の風景となった。うん、OK です。イメージ通りです。これを絞り染めにしてみようとかって普段思ってますね。もう目が絞り染めの目なんですね。どのから見ても絞り染めに見えるんです。この仕事をこよなく愛する大塚さん、なぜ彼女は100ある技法の中で手筋絞りを選んだのか。まあ、実践で仕事をさせていただきながら技術を覚えていったんですけど、元から手が大きかった、やっぱり握力がすごくあったので一番任せてもらえたんですね。一番得意とする技法だなっていうふうに感じてますね。数日後、絞り染めのワークショップを開催した。それぞれが持ち込んだ洋服を大塚さん手ほどきのもとをくくっていく。こちらの二人は手筋絞りに挑戦しているのだが、切れちゃった大塚さんがやると簡単そうに見えるが、実は大変難しい作業なのだ。ポリエステル素材の洋服ならくくった後圧力鍋に入れ加熱すると形状が記憶され、洗っても元に戻らず絞りの凹凸が残る。そして大塚さんはこの技法を使ってさまざまな作品を制作している。その最新作がこちら、形状記憶アームカバー。翌日、3ヶ月に1回のペースで開催される有松の市場で販売すると、わずか30分で完売してしまった。お客さんの目線に立ったものづくりしていきたいなって思います。この後、ある作品展に向けての制作に入る。400年以上の歴史を誇り100種類の技法を有する有松鳴海絞り。その伝統技法を極めようと努力を惜しまない若者がいる。有松鳴海絞りくくり職人大塚綾。
やはり最終的には伝統工芸士という資格を持ちたいなって思っています。有松鳴海絞りの伝統工芸士は技法ごとに認定される。こちらは手雲絞りの伝統工芸士本間とめ子さん。蜘蛛の巣に形が似ていることから名付けられた手雲絞りは最高難度の技術を要するくくりだという。大塚さんは手雲絞りを取り入れた作品に挑む。作るのは手筋絞り、柳絞り、手雲絞りの技法によるのれん。横幅2m20cm、縦1m75cm の大作だ。すでに両端の手筋絞りは完成しており、ここから柳絞りの中に手雲絞りが入る雲入り柳をくくる。まずは麻布の一箇所に金具を引っ掛け、そこを中心に折りたたみ糸でくくっていく。生地はだんだん細くなるため均等にくくるのが難しい。本間さんに言われたことあるんですよ。あんた手筋よくやるでしょって言われて、であんた手筋の手になっとるわって言われて、手はやっぱり癖で覚えているからねっていうふうに言われて。ところどころに細長い円錐が形作られた。これが雲となる。その後くくり台を使って雲以外の部分をランダムに畳み糸でくくる。完成です。放射状の柳絞りは麻布を2枚重ね斜めに折りたたみくくる。染色後一つずつに分けると左右対称の柳絞りに仕上がる。くくりが終わると有松の一角にある元銭湯だった場所へ。ここはかつて藍で染めていた有松鳴海絞りの文化を復活させようと大塚さんの師匠村瀬氏が作った藍染め工房。こののれんは村瀬氏主催の藍染めプロジェクトに出展するものなのだ。藍染めは回数を重ねるほど濃く仕上がる。いい色ですね。そして空気に触れると一気に濃くなる。それぞれ4回ずつ染め終えると乾燥を待ち糸を外す。まずは雲の部分。雲の巣のような美しい模様が姿を現した。その後全ての糸を外し完成。夏の風と題された作品は麻布を使ったことで透き通るような涼しさを感じさせ、伝統技法により描かれた模様、藍の染め具合、全てがマッチしている。そして迎えた藍染めプロジェクト当日、会場のど真ん中に展示された大塚さんののれん。師匠村瀬氏の評価は、伝統的な絞りの技法をもっともっと貪欲に学んで、それをまあ自分なりにアレンジしてオリジナル作品を作るといいと思う。はい、頑張ります。この技法でオスカーやっていう風な感じの表現になるくらいまでいきたいなって思ってますね。その技法イコール私じゃないですけど、いつの日か手筋絞りの第一人者と言われる日を目指し、明日への扉を開け、また一歩夢に近づく。